はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、以前ですね、こういう、あの、すでに実用化されている相互表、えー、質問評価システムというブログを書いたことがあります。えっ、ー、と、これのですね、えー、テンプレートを作ったので、今日はそれについてご紹介してみたいと思います。えー、まず最初に、えっ、ー、とですね。はい。うん。えっ、ー、と、このテンプレートの、えー リンクを開きます。これは僕のブログに新しく書いたり、あるいはこの YouTube の概要欄に入れておきますので、そちらを開いてみてください。で、コピードキュメントっていうあの、画面が出てくるので、このメーカーコピーですね。これを買って押します。はい。そうするとですね、この URL をブラウザで開いてくださいっていう、それが1枚しかない、こういう Google スライドが出てきます。とてもシンプルですね。はい。使い方はとても簡単で、このプレゼント。 のところから、プレゼンタービューにまずします。はい。もうこれ編集する必要ないですね。もうこれをそのままやればいいだけです。で、今このスピーカーノートになっていたら、ちょっと、えっ、ー、と、出てこないので、その右のオーディエンスツールですね。このオーディエンスツールにします。それで、スタートニュー。これを押します。はい、そうすると、えー、今画面を変えますけど、こちらの、あの、プレゼンテーションの方では上に、 え、こういうですね、あのー、リンクが出てきますね。で、えー、この状態で、えー、っと、Zoom とか、あるいは YouTube Live とかにすると、えー、あの、視聴者が、この質問を皆さんが自由にできるわけですね。そして、かつ、良い質問があったら、いいねを押してください。いいねが多い質問から順番に答えます。というふうに書いてあります。で、これを実際に、あの、まあ、これはもう手打ちでもいいですけど、ここではリンクが開けるので、えー、リンクを開いてみたいと思います。 はい。で、これがですね、視聴者の方が見る、あの、質問の画面です。ここに何でもいいので、ちょっと書いてみましょう。最初は、あの、僕ね、今、あの、ログインしていますから、ですから、あの、実名を出す、出してもいいし、えっ、ー、と、匿名で書くこともできます。ここではちょっとですね、えー、実名で書いてみましょうね。インドに行ったことはありますかとかね。はい。これでサブミットしましょう。 でそうすると他の人にもこれが、えー、見られるようになります。えー、で、あのー、プレゼンテ、プレゼンターですね。プレゼンターから見ると、こんな感じに、えー、質問がここに評価、あのー、表示されるわけですね。もう一個。えー、例えば、えっ、ー、と、答えたくない質問とか、えー、年収はいくらですかとかですね。こういうのはもう普通はあのあ、今度、えっ、ー、と、匿名で聞いてみましょう。 はくだらねえと思ったら、ええー、うん、あのー、こういう質問は評価されないわけですね。で、じゃあ、こちらの方が、あの、他の視聴者がこれがいいねを押したとしましょう。それで、ええー、ごめんなさい。これは他の人がダメだと。あ、いや、ちょっと逆にしてみましょうか。やっぱりね、その、えー、っと、練習聞きたい。<laughs> ええー、で、はい。 こういうふうに、年収はいくらですかがプラスが多くて、インドに行ったことがありますかの、ええ、あの、えー、あのそちらは、あの、良くない値がついたというふうにしましょう。でそうすると、僕の方の画面にはですね、ニュートップクエスチョンズという画面が出てきます。一番下のところですけどね、ここのところに。はい。ニュートップクエスチョン、つまりトップクエスチョンが変わりましたよっていう意味ですね。じゃこれを、えっ、ー、と、つまり、あの、順序が入れ替わるわけです。そうすると、年収はいくらかい、いくらですかの方が、 えー、こういうふうに、あの、上に来るわけですね。はい。つまり人気のある質問ほど上に来るわけです。で、ここにプレゼントっていうのがありますね。これをプレゼントすると、えー、今、画面ではですね、今、あの、YouTube Live とかそういうところに、えー、表示されている画面はこういう画面なんですけど、このプレゼントをすると、はい。この質問がこういうふうに出てくるわけですね。はい。匿名というふうになっています。で、これで僕が、まあ、あの、 適当に、ああ、いくらですかいま本当は僕質問には答えませんけどね。えー、こういうふうに質問し、えー、に答えて、で、済んだら、もう今度はその次の2番目の質問をこういうふうに答えるというわけですね。で、インドに行ったことはありますかというふうに、えー、質問が来たら、いえ、まだありませんというふうに答えるというわけです。はい、えー、簡単な、えー、とても簡単なので、ぜひ、えー、皆さんもこれを使ってみていただければと思います。えー、相互、えー、質問評価システムですね。 では私からは以上です。失礼します。